皆さんいかがお過ごしでしょうか。天童です。スピリチュアル実践というのは、さまざまなカウンセラーがさまざまな情報を発信しています。その中で重要な点があまり話されていないことを感じ、情報発信をさせていただこうと思いました。主に2点ありますが、ご視聴いただきながらご確認いただければと思います。それでは早速始めていきます。1つ目、スピリチュアル実践で忘れてはいけないこと。スピリチュアル実践は、さまざまなリーダーによる情報発信がたくさんありますが、ともすると大事な点を忘れていることがあります。というより、多くのスピリチュアル実践での情報発信には肝心な点が抜けていることが多いです。今回はここを論じようと思います。ちなみにこれって皆さん何だと思いますか？ごく少数のスピリチュアルリーダーしかこの辺りを踏まえて発信はされていないです。これは非常に残念なことでありますが、おそらく多くのスピリチュアルリーダーは霊的な力を得る過程で一度はそういうコースをたどったにもかかわらず、どこかで抜け落ちてしまっているように感じています。結論をそろそろ言いましょう。それは、スピリチュアル実践には厳かで謙虚に敬意を持って霊的実践をする姿勢がとても大切なんです。霊的実践というのは、自我をなくしていく道です。ですから、厳かさや謙虚さ、敬意というのは基本中の基本なんです。土台ですね。土台がなくては道を違います。それもとてつもなくです。当然霊的な力も現じてきます。なぜだかわかりますでしょうか。敬意を持たず謙虚でないということは、自我を拡張しています。厳かに目に見えないものに対する敬意がない人間に霊的な力は宿りません。厳かで平静な姿勢であります。言葉を増やせば増やすほど真理から遠ざかる道です。ですから、言葉巧みなスピリチュアルリーダーよりも、静かで深みのある言葉を語るスピリチュアルリーダーの言葉には真理気が宿ります。つまり、スピリチュアルリーダーの見極めというのはこの辺りにあるわけですね。今回話している内容は、あくまでもスピリチュアルという膨大な領域の中で、統合や覚醒、一別体験を体験したい方向けの情報です。そして、先ほど伝えた厳かに謙虚さを持ち、敬意を持って臨む姿勢がなくては、統合や覚醒、一別体験をすることはできません。覚醒までの道のりや悟りに至る過程での体験というのは、だいぶ多く語られるようになりました。しかしながら、それを学んだ人が実際に覚醒に至ることは非常に稀です。この現象が起きることに非常に疑問を感じたこともあります。スピリチュアルリーダーの中には、簡単にたどり着くという表現をされている方もいますが、教えられている姿勢が誤っている場合には、全くたどり着くことができません。実際にスピリチュアルリーダーはその領域まで達成しているかもしれませんが、影響を受けて効果を感じるものの、帰り道には普段の生活に戻ってしまうことは往々にしてあるわけです。まるでマッサージに行って肩こりが取れて体が軽くなったなと感じた後、帰り道には肩こりが少しずつ戻っていくという現象に似ています。ですから、スピリチュアル実践にあたってどのような方に学んでも良いと思いますが、実際の実践にはもっと厳かに実践し、自己を防じていくことが必要です。そうしないと、瞑想やワークなどいくらやっても全く向かう方向が違うので、達することはできません。この内容を端的に表した素晴らしい剣術の達人がいます。それは宮本武蔵です。宮本武蔵は五輪の書でたくさんのことを語られている、悟りの領域を語られている方でありますが、宮本武蔵は神仏を尊びて神仏に頼らずという言葉を残しています。こういった姿勢がスピリチュアル実践には必要であろうと私は思っております。2つ目、スピリチュアル実践で忘れてはいけないこと。スピリチュアルセミナーでお金を引き寄せる話がありますが、ここにも落とし穴がありますね。スピリチュアルな実践は霊的な力を高めていくので、そうするとお金を引き寄せるということを目的で実践すると、全く心力、霊的な力が上がっていきません。というより、効果や目的を狙ったスピリチュアル実践は本来の道とは違い、とても危険性を秘めています。なぜなら、何も得られないということが起きやすいからです。そして、実際にお金を求めていくことに警鐘を鳴らしている方は多くいらっしゃいますね。なぜかわかりますでしょうか。これは、
お金は概念だからです。スピリチュアル実践は概念を求めていく道ではありません。概念を超えていく道です。ですからお金を求めていくと統合や覚醒からは遠ざかります。スピリチュアルな実践はあらゆる概念を取り壊して全てが幻想であることを看破するという話は聞いたことがあると思います。これは生まれてから物心がつくまでに身につけた概念ですから、お金はまさにその典型になります。またお金を手に入れた後に何かを手に入れたいからお金が欲しいとなっていますよね。これが結果的にまた欲しいものを手に入れたいというエゴを増長させるんですね。ですからスピリチュアルで話されているお金が欲しいという思いは、実は覚醒とか悟りとかというステージとは全く違う次元で話をしているわけです。あくまで霊的な道を歩む上ですから、自己啓発や引き寄せの法則という形で覚醒や悟りとは別のステージであれば全く関係がありませんし、問題もありません。ぜひお金を引き寄せてください。お金を求めて手にしてください。実際、例えばエスター・ヒックスの引き寄せの法則やナポレオン・ヒルの思考は現地化するなどは、活用すると非常に効果を発揮するかもしれません。最後に繰り返しになりますが、星座を見ていただければわかると思いますが、所有物が少なくお金に対する頓着がない方が多いのは、概念の世界を超えている方々であるからです。ですから統合や悟り、覚醒を目指すのであれば、そういった思想から離れていくことを私は推奨していきたいと思っています。最後に、私は天道というネームを使っています。これは天の導きを表しています。そういった意味でこのチャンネルは天に導く発信を続けていく必要があろうと感じています。そういう意味でスピリチュアル実践も住み分けしながら、できるだけ統合や覚醒、悟りを主軸とし、私が感じる発信を続けていくことがとても重要であると感じています。そのため難しいようではありますが、こういったそのため厳しいようではありますがこういった発信をさせていただきました。私たちは光の存在です。そしてその光を実際に体験できる存在になっていくのが霊的な道です。ですからメタファーではなく、心を軽やかに無視につながる実践を通じて統合や覚醒を体感してもらうためには、こういった注意点を発信することも一つの役目であると感じて、今回発信させていただきました。以上です。皆さんいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録で応援をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。天道でした。